アレクサンドル・バシー・リエビチ・コルチャーク1920年2月7日は、ロシア帝国の軍人、政治家、白軍の総司令官である、ザリアーで勤務する、コルチャーク1873年、サンクトペテルブルクの貴族の家に生まれる、父は海軍軍人で、クリミア戦争では、砲兵部隊を指揮して、セバストポリの戦いに従軍している、1894年に、 海軍幼年学校を自席で卒業し、海軍遺憾補となり、一等総工巡洋艦、流陸に配属された。1895年から1899年にかけて、ウラジオストクに配属され、1896年末には、二等巡洋艦、クレイセルの当直士官に任命された。1900年には、エドアルト・フォントルの北極海探索に参加し、調査船、 ザリアーの指揮を取った。探索は難航し、コルチャークは1902年12月に任務を解かれ、クロンシュタットに配属されたが、ザリアーの探索隊はその後も調査を続け、行方不明となった。コルチャークは北極海探索の功績が認められ、ロシア地理学会から最高賞を受賞した。1904年3月。 ソフィア・オミロバと結婚するが、サンクトペテルブルクに向かう途中に大日本帝国との戦闘に加わるように命令される。日露戦争開戦時には病気を患っていたが、前線勤務を志願した。当初、艦隊総攻官、ペトロパブロフスクの指揮を任命されたが断り、有足の一等防護寿命艦、アスコーリトへの任官を志願した。その数日後、ペトロパブロフスクは、 日本海軍の不設した嫌いに触れて沈没。コルチャークは、九死に一生を得た。この後、コルチャークは、水雷帝、セルジートイの艦長として、旅順後為戦に参加した。セルジートイにて不設した嫌いで、日本海軍の防護巡洋艦、高砂を撃沈した。旅順要塞の砲兵中隊の指揮を任されたが、戦闘で負傷し、旅順海上後捕虜となり長崎の捕虜収容所に四。 か月間収容されるが、リウマチのためカナダ経由で本国へ送還された。本国に帰国後、旅順船の功績を称えられ、聖ゲオルギー勲章とポルトアルトゥール軍等を授与される。1905年4月に、サンクトペテルブルクに戻り、少佐に昇進する。バルチック艦隊時代のコルチャーク1906年、海軍参謀本部に入り、戦後壊滅した海軍の再建に尽力した。 統計班長としてバルト海での作戦計画の立案を指揮した。また、再氷船の建造に関わり、完成した再氷船は1909年から1910年にかけて地形調査のためバイはチ島を経由してウラジオストクに発見された。コルチャークは地形調査に同行し、収集した資料をロシア帝国科学アカデミーに提供し、カラカイと東、 シベリア海に関する生活実態は、ロシア帝国科学アカデミーにおいて高い評価を受けた。調査終了後の1910年に海軍参謀本部に戻り、1912年にバルチック艦隊に配属された。第一次世界大戦勃発時には、艦隊水雷艇、ポグラニーチュニクの指揮をとっていた。1914年から1915年にかけて、 キールダンツヒで、機雷不設作戦に従事し、その際の機雷戦で4隻のドイツ帝国の巡洋艦と8隻の駆逐艦、11隻の輸送艦を沈めた。1915年2月には、フィンランド湾の機雷作戦を指揮して、成功を収め名声を得た。1916年8月に中将に昇進し、アンドレ・エベルガールとの後任として、国会艦隊司令長官に任命され、 オスマン帝国を攻撃することを命令された。コルチャークはボスポラス海峡に進軍し、オスマン帝国の石炭線を攻撃する通称破壊を実施し打撃を与えた。1916年には陸軍と共同作戦を取り、トラブゾンに展開するロシア軍を支援した。ニューヨーク滞在時のコルチャーク1917年2月革命が勃発すると、コルチャークは ロシア臨時政府に協準するが、6月7日に、ボリシェビキ派水兵の反乱により司令官を解任される。この際、コルチャークは、日露戦争で授与された、ポルトアルトゥール軍を抗議の意味を込めて、海に投げ捨てた。解任後、臨時政府に召喚され、ペトログラードに出頭し、ロシア軍の危機的状況に関して報告すると同時に、陸海軍の再編こそが国を救う。 唯一の方法と説いた。臨時政府の閣僚や新聞は将来の独裁者としてコルチャークを危険視したが、陸海軍大臣アレクサンドル・ケレンスキーは戦時体制の強化のためにアメリカ合衆国に向かうように命令した。8月19日、コルチャークは放路中のアメリカ海軍少将ジェームズ・ウェイチ・グレーンと上院議員エリフルートに招かれ、 巡航式の軍事オブザーバーとして、イギリス・アメリカに向け出国した。グレーンとルートには、コルチャークが実施したボスポラス海峡での作戦を聞き出し、ダーダネルス海峡進行作戦を計画することを意図していた。ハリファクスに到着したコルチャークは、第1海軍協助ンジェリコーの艦隊を受けるが、そこでアメリカがダーダネルス海峡進行作戦を放棄したことを知り、予定を変更し、 アメリカでは艦隊と軍港を視察するだけに止め、日本経由でロシアに帰国することになった。コルチャークは横浜港に着いた時に10月革命の勃発を知り、2ヶ月半日本に滞在した。この間日本軍部やイギリス政府と接触し、1918年にウラジオストクに到着すると、ボリシェビキ政権に対抗するため、イギリス軍への入隊を求めた。イギリス軍は当初、 コルチャークをイラクに派遣することを計画したが、最終的に、ボリシェビキ政権を打倒した後に、ロシアが連合国に復帰することを条件に要請を受け入れた。その後、イギリスの公園で、オムスクに樹立された反ボリシェビキ政権の臨時、全ロシア政府に、陸海軍大臣として迎え入れられた。しかし、11月18日に、イギリスの支援を受けクーデターを起こし、 閣僚や社会革命党の幹部を逮捕した。コルチャークは、原主就任と非常事態権付与を承認させ、反対する閣僚は国外に追放した。反対者を一掃したコルチャークは、最高執政官に就任し、ウラルイ党のほぼ全域に、軍事独裁体制を敷いた。コルチャークは、全権を掌握後、次のように演説し、ボリシェビキ政権打倒を宣言した。 臨時政府は本日終焉を迎えた。閣僚評議会は、その手に持つ全ての権力を私アレクサンドル・コルチャークに明け渡した。私は国家の解体と内戦という困難な状況の中で、この責任を受け入れ、反動勢力や政党争いを終わらせなければならない。私の目的はボリシェビキを倒すための軍隊の組織、法と秩序の確立、そして、 ロシアの人々が自由を選択することができる政府の創設。私は国民がボリシェビキを倒すために団結し、必要とあればあなた方が全てを犠牲にして戦うことを求める。シベリア軍幹部とコルチャーク社会革命党はコルチャークを非難し、12月18日に500人の党員が武装放棄するがコサック軍とチェコ軍団に鎮圧された。その後、 社会革命党は1919 19年1月にボリシェビキ政権と交渉を開始し、赤軍に加わった。一方、コルチャーク政権受立は反共主義の人々から歓迎された。イヴァン・ブーニンは1919 19年6月の日記に、イズベス・チアは、コルチャークを悪魔と呼び下品な言葉で罵しった。だが、私は、喜びの涙で溢れていたと。 コルチャークへの期待を記している。最高執政官就任後、コルチャークは支配領域にあるソビエトを解散させ、農地の個人所有を復活させるため、帝国時代の財産法を復活させた。また、連合国からの支援を受けて、ラーブル・コルニーロフ、アントン・デニーキン、ピョートレ・ブラーン・ゲリラ白軍と協力し赤軍に対抗した。コルチャークは陸戦に不慣れだったため、 部下の D.A. レベデフやポール J. バブナーラに作戦の裁量権を与えたアナトレイ・ペペラー・エフ・トルドルフ・ガジャの北部軍の活躍により1918年12月に領域を拡大した。1919年3月にはボルガ川流域に迫り反共勢力を支援した。この結果、コルチャーク軍は30万平方キロメートルの領土を獲得した。 舞台を越平するコルチャークしかし、コルチャーク軍は補給船が追いつかなくなり、進軍が止まり、反対に、赤軍は各地から増援された。また、連合国からの支援も得られなくなっていった。チェコ軍団を指揮するフランス軍軍事顧問のモーリス・ジャナンは、コルチャークをイギリスの区別とみなしており、日本はコルチャークからの派兵要請を拒否した。アメリカ軍のウィリアム・エス・グレーブスは、 君主主義とコルチャークの独裁に反対していたため、一切の協力を拒み、シベリア鉄道の運行を維持することのみに努めた。コルチャークは、少数民族の独立に反対していたため、彼らからの支援も得られず、また、列強の支援に依存していたため劣勢に立たされた。さらに農民からの支持も得られず、アルタイ地方やエニセースクでは赤軍に協力する勢力が伸長し、 1919年夏までに2万5千人が赤軍に協力し、コルチャーク軍に抵抗した。6月9日にウファが陥落し、コルチャーク軍はトボル川とエシム川のラインに防衛線を展開したが、自民の消耗率は増加する一方だった。赤軍は11月には防衛線を突破し、オムスクに向け進軍した。同時期に北部軍のガージャーが反乱未遂を起こし、 解任された。1920年2月にはアムールが陥落した。処刑直前のコルチャーク1919 19年11月13日に、コルチャークは、オムスクを放棄し、シベリア鉄道を使い、イルクーツクに撤退し、赤軍は抵抗を受けることなくオムスクを占領した。しかし、12月下旬に、ニジネウジンスクに達した際、イルクーツクが陥落し、 政治センターが掌握していることを知らされる。1920年1月4日、コルチャークは部隊を解散し、最高失政官の権限をデニーキンに軍権をグリゴリー・セミオノフにそれぞれ異常した。1月14日、ジャナンはチェコ軍団にコルチャークを逮捕するように命令し、コルチャークは政治センターに引き渡された。1月21日から、 軍事革命委員会により裁判が開かれ、2月6日に行動を共にしていた首相のビクトル・ペペリアー F と共に死刑判決を受けた。その間、白軍のウラジーミル・カペルがコルチャークを奪還するため、イルクーツクに向けて進軍しており、奪還を恐れた軍事革命委員会は2月7日、早朝、アンガラ川のほとりで、コルチャークとペペリアー F の銃殺刑を執行した。目撃者によると、 コルチャークは処刑される直前でも冷静で死を恐れることなく、銃殺隊の指揮官に対し、パリにいる妻と息子に伝言を頼めるかと伝えたという。処刑後、二人の遺体は、ロシア正教会の司祭によって祈りを捧げられた後、アンガラ側に開けられた穴に投げ捨てられた。赤軍がコルチャークの処刑を公表したのは3月7日になってからだった。ソ連崩壊後もコルチャークの評価は、 一定していない。訂正支持者による名誉回復運動が続けられている一方、コルチャークのプラークが破壊されるなど、いまだに混乱が続いている。なお、現在は、アンガラ川の遺体域現場付近に破壊し代わりに十字架が建てられている。2008年10月9日、コルチャークの生涯を描いた映画がロシアで公開。日本でも二千九年十二月に、放題、帝徳の戦艦として、 DVD 発売された映画では、ロシア内戦と友人、セルゲイ・チミリョフの妻アンナ・チミリョバとの関係を軸に描かれている。ありがとうございます。